こんにちは。メンズファッションの専門家、スタイリストの大山俊です。今回の動画では30代40代の男性におすすめのファッション雑誌についてお話をしてみたいと思います。皆さんはファッション雑誌って読みますでしょうか？おそらくですね、読んでない方の方が圧倒的に多いと思うんですね。僕の前の友人を見ていても、ファッション雑誌読んでる人はほとんどいないですね。読んでるのはやっぱりファッション業界の方だとか、クリエイティブ関連の方とか、もしくはファッションが趣味の方ですね。こういう方はファッション雑誌読むんですけど、一般の方はなかなかですね、ファッション雑誌って自分で買って読むってことをしないと思うんですね。見る機会といったら美容室に行って、その時に美容師さんが出してくれる雑誌を読むぐらいなのかなと思います。僕たちにとって雑誌って身近なんですけど、実はあんまり手にすることがないのかなと思ってるんですね。で、今世の中全体のファッション情報って様々なものがあると思うんですね。ウェブで検索すれば様々な情報が出てきますし、インスタグラムのような SNS もありますよね。あとは最近では僕が今やってるような YouTube なんかでもファッション情報をたくさん取れるわけです。そういった流れの中で雑誌ってなかなかですね、見られる機会が減ってきてるのかなと思うんですね。でも雑誌の情報量の濃さって僕はとんでもないと思ってるんですね。 YouTube だとか様々なウェブのメディアありますけども、全然情報量が違います。優れた編集者の方たちが時間と手間をかけてしっかりと作り上げている雑誌のクオリティってやっぱりすごいと思うんですね。様々な情報が出てきているからこそ雑誌の凄さって僕は際立っているように思ってるんですね。僕自身が出しているファッションの情報というのは基本的にはベーシックな着こなしについてというものが多いんですね。ただファッション雑誌っていうのは結構ですね、おしゃれ上級者向けに作っているものが多いので、トレンドだとかこういった着こなしもできますよっていうような新しい提案をしてくれるものなので、僕の出している情報とは全く違った角度のものが並んでいるのかなと思います。どちらの方が重要というわけではなくて、この幅を知ることが大事だと思うんですね。まずファッションのことがあまりわからない時には、僕の情報ですとかいろんなインターネット情報もすごく役に立つと思うんですが、よりセンスを磨いていきたいという段階になると、ファッション雑誌これをうまく使わない手はないと思うんですね。ですので今回はスタイリスト目線でファッション雑誌というものをですね、少し解説をしてみたいと思っています。具体的な雑誌の解説に入る前に一つお伝えしたいことがありまして、雑誌って1冊あたりだいたい700円から800円ぐらいして結構高いじゃないですか。ですのでなかなか頻繁に買うのが難しいかなと思うんですよね。ですが最近はすごく便利なツールがありまして、 D マガジンだとか楽天マガジンと呼ばれるようなアプリがあるんですね。このアプリを使うと月額だいたい400円前後で様々な雑誌が読み放題になるんですね。これがなかなか使えるアプリで、僕もですね、導入してもう3年ぐらい経つのかなと思うんですが、以前はですね、月にだいたい5、6冊ぐらい雑誌を買っていたんですが、今ではもうゼロですね。全く買わなくなりました。このアプリがあれば結構ですね、いろんな雑誌を縦断して読むことができるので、すごく便利かなと思います。今日これから解説するようなファッション雑誌も全て網羅していますし、あとはインテリア系だとかライフスタイル系のものとかも結構ありますし、様々なジャンルの雑誌が読み放題になってますので、このアプリですね、 D マガジンか楽天マガジン、どちらかのアプリを入れていただけると、今回お伝えするような雑誌というのは割と手軽に見やすいのかなと思いますので、ぜひこちらもチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということでまず1冊目ご紹介したいのは、僕が数あるメンズファッション誌の中で一番おすすめしているものです。それはメンズクラブという雑誌になりますね。この雑誌が僕の中では一番皆さんにおすすめしやすい雑誌だなと思いますし、僕自身も一番楽しみにしている雑誌なんですね。ファッションって様々なスタイルがあるんですね。アメカジですとか、あとはイタリア的なコーディネートですとか、スポーツミックスだとか、カジュアルだとか、あとはアウトドアスタイルだとか、いろんなスタイルがあって、雑誌ごとにどこのスタイルを得意としているのかっていうのは全然違うんですね。で、メンズクラブが得意としているのは割と綺麗めな大人のスタイルなんですね。ちょっとアメリカントラッドみたいなところもあれば、イタリアっぽいファッションもありますし、モードの雰囲気を感じることもあります。様々なスタイルをミックスしながら割と中庸なスタイルというものを提案しているのがメンズクラブかなと思います。30代40代の男性に割とベーシックで使いやすいようなファッションを提案しているので、この雑誌はまず全員の方
が読んでいただいていいのかなと思います。ファッションってあんまり頑張りすぎると逆に惹かれたりする部分があるので、適度なバランス感覚って重要だと思うんですね。ベーシックであることですとかオーソドックスであることがすごく大事で、そこに程よく品の良さだとかおしゃれさみたいなものは感じられたらベストかなと思うんですが、まさにメンズクラブが体現する世界観っていうのがこのあたりをバチッと押さえているような気がしてるんですね。まずは王道のスタイルを抑えるという意味でメンズクラブはチェックしておくといいかなと思います。スーツの着こなし、ビジネスカジュアル、そしてカジュアルスタイルまで幅広く提案してますので、ぜひ皆さんもまずはメンズクラブから読んでいただきたいなと思っています。はい、続いてご紹介するのがウォモという雑誌ですね。この雑誌はですね、僕が考える中で最もセンスのいい雑誌だと思います。もうめちゃくちゃおしゃれですね。これ誰が読んでるのかなってちょっとターゲット層を考えてみると、ファッションの上級者ですとか、あとはクリエイティブ関連の仕事をしている方だとか、そういう方を読者の対象にしているのかなと感じています。正直ですね、僕が読んでもあまりにセンスが良すぎてついていけないなって感じることの方が多いです。それぐらいスタイルとしては洗練されているんですね。僕の中では憧れはあるんだけど、なかなか表現するのが難しいなと感じる雑誌の一つです。様々なファッションのスタイルを経て、その上でさらにこうおしゃれになりたいだとか、よりセンスよく見せたいというところでは、ウォモっていうものを読んでもらうと一番いいのかなと思います。このウォモという雑誌の中で割とよく見るブランドは日本国内のものが多いですね。例えばコモリーだとかオーラリーだとか、このあたりのブランドを使っていることが多くて、シルエットもですね、やはりちょっとビッグシルエット寄りのものが多いんですね。ですのでトレンドというところを抑えるにはこのウォモという雑誌すごくいいかなと思うんですが、難易度は高いですね。ですのでこの YouTube を見ている方の中でもよりセンスのいい方にですね、おすすめしたい雑誌かなと思っています。はい、続いて3つ目ご紹介するのがオーシャンズという雑誌なんですね。この雑誌はですね、名前の通り海を感じるようなテイストのスタイルが多いですね。割とアメリカンなテイストなファッションの提案が多いですね。ブルージーンズに T シャツですとか、ブルージーンズにラフなシャツのスタイルですとか、こういった肩肘張らない大人のリラックススタイルというところが割と得意の雑誌なのかなと思っています。この雑誌に向いているのは、例えば美容師さんだとか海で遊ぶことが多い男性なんかはすごく向いている雑誌かなと思います。あまり決めすぎたスタイルではないので、割と女性が好むスタイルでもあるかなと思っています。割と提案されているスタイルというのは難易度やや高めではあるんですけども、皆さんもですね、ちょっとアメリカ的なカジュアルなスタイルですとか、あまりカッコつけないスタイルというものを学ぶにはオーシャンズの世界観すごく勉強になるのかなと思いますので、ぜひ皆さんにも目を通していただきたいなと思っています。はい、続いて4つ目がレオンという雑誌ですね。皆さんの中でレオンっていうとちょい悪親父だとかイタリア系の男ですとか、あとはジローラモさんをイメージする方が多いかなと思うんですね。一時期レオンっていうのが一世を風靡したことがありましたよね。まさにちょい悪親父という言葉でブレイクしたわけですが、色気のある大人の男性のスタイルというところをレオンはすごく強みとしています。なんかイメージとしては割と遊んでる男性だとかチャラい大人の男性のイメージを持っている方も少なくないかなと思うんですが、ただ最近のレオンを見てみると割と着こなしとしてはオーソドックスかなと思っています。ウォモに比べると割とレオンの方が参考になったりだとか取り入れやすいスタイルが多いのかなと思います。モテというところをテーマにはしてるんですが、ジャケットを使った綺麗めのスタイルですとか、割とスポーツミックスなんかを提案することも多いんですね。割と女性が好むところのスタイルを年々アップデートしながら、そんなにギラついたスタイルではなくてオーソドックスなところをしっかりと抑えたスタイルが割と多いのかなと思っています。ですので僕は結構レオン参考にすることが多くて、以前のギラギラしたイタリアスタイルというところはだいぶ薄まってるのかなという印象があります。主にお勧めしたい人というのは経営者の方ですとか、自分で事業されている方なんかはレオンのスタイルというのはお勧めできるかなと思っています。やはり乗っている商品の価格帯はやや高めなんですね。ですので気軽に試せるものは多くはないんですが、40代50代の男性にお勧めしやすいような割と綺麗めなスタイルというのが学びやすいかなと思いますので、レオン改めて皆さんぜひ読んでいただきたいなと思っています。レオンに関しては楽天マガジンではちょっと取り扱いがなくて D マガジンでしか読めないので、もしレオンを中心にチェックしたい方は D マガジンで登録されると良いかなと思っています。はい、続いて5点目なんですが、サファリという雑誌なんですね。この雑誌はちょっと特徴的で、海外のセレブのファッションというものを基本的にお勧めしてるんですね。例えばベッカムですとか、あとはブラッド・ピットですとか、こういった海外のセレブのファッションというものを研究しながら、それをどのように取り入れていけばいいのかというところが学べる雑誌かなと思っています。結構特徴的なのがサイズ感ですね。最近どの雑誌もそうなんですが、ビッグシュレットの傾向が強いんですが、割と海外のセレブの方っていうのはしっかり
体を鍛えている方が多いので、ジャストサイズのものを着ることが多いんですね。そういった意味では割と王道なスタイルを提案することが多いですね。特にお勧めしたいのは、体をしっかりと鍛えている方、スポーティーな着こなしが好きな方に関しては、このサファリのスタイルというのはすごく合いやすいのかなと思います。 T シャツをメインとした着こなしだとか、シャツを男らしく着るスタイルだとか、割と女性が好みそうなスタイルをサファリは体現しているので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいのかなと思います。そして最後、6点目にご紹介したいのはビギンという雑誌なんですね。このビギンというのはファッション誌というジャンルというよりはライフスタイルというところに属するのかなと思っています。でビギンの面白いところは、ファッションのスタイルというところを提案するというよりは、割とアイテムというところにフォーカスをしながら雑誌というものを展開しているところなんですね。例えばニューバランスですとか、バブアーですとか、ホワイトハウスコックスですとか、こういったブランドというのは歴史があってストーリーがあるものなんですね。こういったものがどのように作られているのか、そういった背景なんかをしっかりとお伝えしながら雑誌を展開しているのがビギンなんですね。ですので結構男心をくすぐるのが上手な雑誌なのかなと思っています。僕もこの雑誌を見ながら好きになったブランドたくさんありますね。ニットだったらジョンスメドレーだとか、パンツだったらインコテックスだとか、スニーカーだったらニューバランスですとか、アウターだったらカナダグースだとかバブアーだとか、そういったこうちゃんと歴史があって根強いファンがいるブランドというものを、ちゃんと背景のストーリーを見せながら展開している雑誌なので、読んでいて楽しいと思うんですね。ですのでファッションというところにあまり興味がなくても、そういったストーリーみたいなものが好きな方、歴史的な背景が好きな方には結構ハマりやすい雑誌かなと思っています。僕もこの雑誌から結構たくさんの影響を受けたかなと思ってますね。特にニューバランスの魅力みたいなものなんかは、ビギンを読んでなかったら気づかなかったと思うんですね。ですので僕の中ではすごく楽しみにしている雑誌の一つかなと思っています。そしてビギンの強みというのは、こういったアイテムのストーリーというところでもあるんですが、僕の中ではビギンの中で紹介しているさまざまなコーディネートがすごく参考になるのかなと思っています。まあ今日紹介した中ではメンズクラブのスタイルというのがオーソドックスで使いやすいかなと思うんですが、さらにビギンのスタイルというのはオーソドックスで僕たちがこう取り入れやすいスタイルが多いんですね。ですので僕はビギンを読むときには、もののストーリープラスそこで紹介しているスタイリングというものを結構じっくり見ることが多いんですね。ですので今日様々な雑誌を紹介してきましたが、まず最初の一冊としておすすめしたいのは僕はビギンなのかなと思います。ビギンを中心にものですとかアイテムの楽しさっていうところを感じてもらって、その先にメンズクラブというものがあるのかなというふうに思っています。ビギンには結構ギャグ的な要素もあって結構読みやすいんですよ。ですのでファッション雑誌があんまり得意じゃないという方の最初の一歩としてもすごく使いやすいかなと思いますので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回は30代40代の男性におすすめしたい雑誌ということで6誌ご紹介させていただきました。各雑誌ごとに様々な個性があって、どのような方に向いているのかというのもそれぞれなんですね。ですので皆さんに合った雑誌というものをぜひ読んでいただきたいなと思っています。まあ、先ほどもご紹介しましたが、 D マガジンですとか楽天マガジンであれば月々400円前後で様々な雑誌を読み放題になりますので、ぜひこちらを利用しながら定期的に雑誌というものに目を通していただくと良いかなと思っています。さまざまな雑誌を見てると、その中に共通項があったりですとか、今こういったものがトレンドなんだなとか、こういうものがおしゃれなんだなっていうところがだんだん目が慣れてきて分かりやすくなるかなと思うんですね。ですので皆さんも雑誌というものを改めて活用しながら、ファッションというものをぜひ磨いていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。